はい、こんにちは、こうです。今日は出張で宮崎に来てます。最近恒例の宮崎のご当地フラペチーノ、看板が出てますね。日向夏のフラペチーノ、これをね、飲んでいこうと思います。それでは買いに行く。購入ということで、これが日向夏のフラペチーノ。美味しそうやね、色がめっちゃ綺麗。じゃあいただきます。うん、うまい。これうまいわ。ちょっとマンゴーも入ってるね、これ。これうまいな。そこまで苦味とかもなく、程よい酸っぱさがあって、非常に飲みやすい一杯ですね。大分で飲んだカボスはちょっと苦味が強くて大人の味って感じがしたけど、こっちはみんなが好きな味って感じかな。大人から子供まで。うん。非常に飲みやすい。また宮崎は今暑いからさ、こう、うまいね、フラペチーノが、本当に。これ結構好きだな。でも、個人的には俺は大分の方が好きかもね。まあ、これは好みの問題だと思う。めちゃめちゃ味は美味しい。どことなくマーマレードジャムみたいな雰囲気もあるね、これは。うん。じゃあ僕はね、これとともにこれからまた出張に行ってきます。よかったらぜひ皆さん宮崎に来た際はね、ぜひ一度飲んでみてください。結構うまいです、これ。特にでも夏場がおすすめだね。冬場に飲もうとは思わないけど、暑い時期にこれはマジで美味しいと思うんで、よかったらぜひ一度宮崎に来た際は飲んでみてください。それではね、皆さんまた次回お会いしましょう。バイバイ。